皆さんこんにちは、私はハルと申します。早速ですがいきなり質問をしたいと思います。私の性別何だと思いますか？分かる方はどれだけいることでしょうか？この状況の中で皆さんは何を基準に私の性別を考えましたでしょうか？おそらく今のこの状況で判断できるものとしては、まずは私の体格、着ている服などの外見、次に話し方であったり手の振る舞い方などを見て判断されていると思います。また春という名前からも考えられることだとは思います。普段の生活、私の普段の生活の中では基本的には男性として扱われています。という言い方をすると、あれ、外見と違って実は男性じゃないの？というふうに思う方もいらっしゃると思います。その他にですね、男女の他に多様な性ということで、最近は LGBT などを、メディアで見ることもあると思います。そのような多様な性を考えた方もいると思います。 LGBT 聞き慣れない方もいると思いますので、簡単に説明をすると、 L がレズビアン、恋愛対象として女性を好きになる女性、 G がゲイ、恋愛対象として男性を好きになる男性、 B がバイセクシャル、両性愛、男性も女性も好きになる方ですね。で、トランスジェンダー、戸籍上の性別に対して違和感を持っている方を指します。こういうふうに言うと、さらにさっきまでの男女という二択ではなくて、さらに LGBT ということも追加され、じゃあ LGBT のどれかというふうにお考えの方もいると思います。でも実際のところは、私が本当のことを言わなければ LGBT なのか男女なのかということもわからないですよね。おそらく何々だろうということはわかるとは思います。こういった質問されて、なんていう質問なんだっていうふうに驚いた方もいるかと思いますが、少し混乱されている方もいると思いますので、性別について4つの視点から整理しながらお話ししたいと思います。その後に、私の性別をお伝えしたいと思います。はい、まずは心の性別ですね。自分のことを男性と思うか女性と思うか、自分の感覚ですね。で、次に体の性、生殖器がどうなっているか、染色体がどのようになっているかという生物学的な性です。で、好きの性、恋愛対象が男性なのか女性なのか。らしさの性、世の中には男らしい仕草、女らしい仕草や服装というものがあると思いますが、自分がどんな性別として振る舞いたいかという性ですね。ではここまでをお伝えした上で、私の性別、これに当てはめてお話ししたいと思います。心の性別、自分のことは男性だと思ってますので男性です。体の性も生まれた時から男性です。で、好きの恋愛対象は自分の場合は男性というふうになります。で、らしさの性は男性ですので、LGBT と言うなれば、男性同性愛者ということになります。同性愛者の方を見るっていうのは初めてという方もいらっしゃるかもしれません。ですね、自分の場合は恋愛対象が男性かもしれないと思ったのは中学2年生の頃でした。で、LGBT のことや多様な性のことについて話すようになったのは2、3年前です。2、3年前は私は同性愛者ですと、その一言を言うだけにも涙が流れてしまう、そんな状況でした。小さい頃からテレビの中では同性愛者は笑われるもの、からかわれるもの、そして学校の中ではいじめられるもの、そんなイメージがありました。10代の頃は自分はいつかは10代の頃は同性愛はいつか治るという言葉を信じていました。高校に入っても大学に入っても20歳になってもその言葉を信じていました。しかし20歳になってもなっても女性を好きになることはできない、そんな自分は何者なのかという不安に襲われました。自分は何者なのか、それを確かめたい。そこで私が取った手段としては、ネットを通じて同じような人と出会うということでした。世の中としてはネットを通じて出会う、それはいわゆる出会い系だとか危険だという行為です。
しかしそれ以外に私には方法が思いつきませんでした。親にも言えない、友達にも言えない、自分の気持ちを素直に言えないことはとても寂しく孤独でした。そして何者なのかわからない、その状態がいつわかるのか、ただただ自分が何者なのか怖かった。同じような同性愛者、両性愛者の方と会う中で、僕たちは同じだね、だから君は変じゃないよという思いはできました。だけど僕たちは違うね、もちろん君は変じゃないよという思いはなかなかできずにいました。僕たちは違うね、だけど変じゃないよ、君は素敵だよ、そんな一言が聞きたくて10代を過ごしていました。僕たちは違うね、だけど変じゃないよという至るまでには、まずは自分が違うということ、あなたが思っている自分とは実際の自分は違うということを伝えなければいけません。それを、LGBT であること、セクシャルマイノリティであることを伝えることをカミングアウトと言います。カミングアウトという言葉は、日常生活でもテレビでも見かけることがあると思いますが、自分のですね、カミングアウトするときの感覚をお伝えしたいと思います。そこの見えない暗闇の中で、上から垂れ下がっているロープにしがみついている状態、これがカミングアウトできていない状態です。とりあえずここのロープさえしがみついていれば、落ちることもない、怪我をすることもない、とりあえずは安全。しかしこの手を離すということはどうなるか、力を抜くこともできない、だけど自由に自分の人生を歩きたい、そう思ったときにはそのロープから手を離し飛び降りなければいけない、そう思いました。降りた先がどんな風になっているかは見えません。コツコツした岩肌で落ちてしまえば怪我をするかもしれない、死んでしまうかもしれない、降りなければよかったと後悔するかもしれない、もしかしたらベッドのようにふわふわで暖かく包み込んでくれる場所かもしれない、かもしれないということだけで確信を持つことはできません。なぜなら暗闇で何も見えないからです。そんな中から大丈夫だよ、降りておいでと声が聞こえたらどんなに楽でしょうか。人によってカミングアウトしやすい相手というのはそれぞれだと思います。自分の場合は長い付き合いのある人ほど伝えることができませんでした。仙台の大学を休学し東京に出て、そこで出会った人には言うことができました。しかしそれまでの友達には言うことができませんでした。失ってしまうのではないか、それを考えると怖くて言えませんでした。それならばごまかしていくよ、と思っていました。ただ両親には伝えよう、そう考えていました。言えなかったからあの時つらかったんだと後から言いたくない、そう思いました。同性愛者になるのは育て方が悪いという人や、カミングアウトされた親が自分の育て方が悪かったのではないかと悩むという話も聞きます。お父さんもお母さんも何も悪くはない、ありがとう、育ててくれてありがとう、その気持ちは変わりはない、他の兄弟と同じ家に同じように暮らしていたはずなのに、なんでだろう、結婚もできないし孫も見せられない、ごめんねと。カミングアウトした後のこと、された親のことも考えなければいけないと思った。受け止められるだろうか、悩みはしないだろうか、それもとても不安だった。 LGBT のこと、自分のこと、このように人前で話すことはそれまでにもありました。
だから大丈夫だろう、そう思って臨みました。だけど大勢の中の誰か心に響いてくれればというのではなくて、この世に他にいない両親には理解されたい、その思いがとてもありました。カミングアウトは一昨年の夏、カミングアウトするただそれだけのために実家へ帰りました。帰ったその日の夜に伝えました。その日のうちにはじっくり話ができず、もやもやした気持ちのまま眠りにつきました。次の日父に海に連れてかれ、砂浜で2時間話をしました。海から家への帰り道、父が運転する車、ふと前を見ると父親がこんな仕草をしていました。自分は何も声をかけることができませんでした。泣いているのかもしれない、そう思ったけど、ただ眺めてるだけでした。やはり悩ませてしまったのかもしれない、ただそう思っていました。家に帰るといつもと変わらない夕食がありました。まるで昨日のカミングアウトなんてなかったことのようで、たまらず自分は聞いてしまいました。もし自分に恋人ができてたら紹介してもいいの？うん、紹介していいに決まってるじゃん、とその返事にうまく答えられず、うん、分かった、そうするとしか言えませんでした。見送りの最後、二人の子供でよかったよ、ありがとうということが言えました。当事者と非当事者、お互いに分かり合えないこともあります。それまでの人生、考え方、聞いてきたもの、同じ気持ちになると言ってもそれは簡単なことではありません。だけど非当事者、当事者という言葉ではなくて、お互いにこうやって顔の見える関係として感情のある人間だということを認識した上で、一緒にこれからを生きていこう、その気持ちにはなれるのではないでしょうか。いろんな人がいてもいいという言葉は聞きますが、それは他の人が生きやすいという社会ではなく、ここにいる皆さん、あなたもよりいろんな生き方をしてもいい、いろんなあり方があってもいいということです。普段の生活の中で職業や年齢、出身、いろんな属性があると思います。そしてその中で自分の役割であったり責任であったり抱えていることもあるでしょう。そしてこのことは誰にも言えないと思っている人もいるでしょう。こんな自分がこんなことをしてはいけない、他の人もそうしているし、わがままだと思われるかもしれない、そうやって我慢してやりたいことをやらなかったりしていませんか。楽しく生きたい、笑って生きたい、好きな人と一緒に暮らしたい、ワクワクしたい、思いっきりできたい、いろんな思いがあると思います。そんないろんな思いに、一人一人の思いに耳を傾ける社会、同じ価値観や幸せではなく、一人一人がそれぞれ違った価値観や幸せがあると思います。そんな時に一人一人に合わせるということは手間のかかることかもしれません。一人一人の思いを聞くことも、こうやって伝えることも、綺麗な形ではなく、こんな風にぐちゃぐちゃになってしまうこともあると思います。だけどそれを聞いてくれる人、伝えてもいいんだと思えるこの環境、そんな風な社会こそ多様性にあふれ豊かな社会だと私は思います。例えばわがままかもしれない、こんなことをしてはいけないと思った時に、こう言ってもらえるような、
気にしなくていいのよ。みんなそうやって生きているから。ありがとうございます。